横浜市立日吉大中学校は神奈川県横浜市港北区日吉本町に所在する公立中学校。一般には大中と呼ばれている日吉本町の住宅街に位置する横浜市立中学校である。同じ港北区内にある横浜市立日田中学校、横浜市立城郷中学校と同じ1947年に設立され、 1977年には、東高から横浜市立日吉大西中学校が分離、独立した。川崎市幸区には、川崎市立日吉中学校が存在しているが、同中学校の所在地は北河瀬である。これはかつて公明の由来となった、日吉村が横浜市から川崎市にまたがっていたことに由来している。横浜市立中学校の中で1、2位を争う。 生徒数であり、現在約1000人の生徒が在籍している。2020年4月には、学区内に横浜市立美ノ和小学校が開校し、今後も生徒数の増加が見込まれる。3つの校舎、体育館、閣議場、プールを有している。これらの施設は、敷地の北側及び西側に集中している。一番古いものは1976年、春高である。 耐震補強工事、冷暖房設置、トイレ回収、バリアフリー工事、エレベーター設置等を経て、現在も使用されている。各学年9クラス分の教室が用意されているが、最近は10クラスの学年もあり、2022年よりプレハブが建設される予定。かつては横浜市立金沢中学校と並んで、横浜市で一番広い中学校だったが、 1961年に敷地の東側半分を大塚製菓へ譲渡したため1位ではなくなっている。2017年に大塚製菓は日吉から撤退し、工場跡地には現在マンションが建っている。撤退以前に売却されていた土地を含めると、東港より譲渡された土地には、計3つのマンションが建っている。作詞、北村正史作曲。 松井健介一、藤上根の色を仰ぎて、日吉屋の男の子ぞ我ら花香る皇帝にすだいて、期待難鉄の腕に名を聞けば人見なしたう、日吉し中永久に栄えあれに、巡らせる、矢神の包みは格差の乙女ぞ我ら住める水心に、秘めて磨かない命の限り、名を呼べば人見なおう、日吉し中永久に栄えあれ三、歌われし、学びの都はくまる誇りにいきん、 心理もて勤労励みで、そうで、南平和の因名を問えば瞳かなう、日吉対中永久に栄えあれ、横浜市内で2番目に広いと言われるコーチを持ち、グラウンドにはテニスコート、野球場、サッカーコートを一度に配置することができる。そのため部活動が盛んで、水泳部が全国大会に出場するなど、多くの部活動で好成績を収めている。 新学生公立高等学校として、旧横浜東部学区に属する高校及び、東急東横線、横浜市営地下鉄沿線の高校が想定される。また、年によって違うが、市立より、県立の方が割合が多い傾向。交通の便が良いので、都内を含め選択が多い。旧横浜東部学区、地下鉄、グリーンライン、ブルーライン沿線。 東急東横線沿線、ありがとうございます。